赤のガンモドキは、ノガンモドキ目のガンモドキ科に分類される鳥類の一種で、ある。別名、カンムリノガンモドキとも言う。南アメリカ。ブラジル東部から、ボリビア東部、パラグアイ、ウルグアイ、アルゼンチン北部にかけて分布する。全長76から90センチメートル。足が長く、全体的にスマートなフォルムをしている。くちばしは赤く、わずかに先端が湾曲している。 額には荒く長いンを持つ。頭と背面は肺褐色で白い微藩がある。体の下面は淡い肺褐色で腹に近づくにつれて白っぽくなる。熱帯草原や亜熱帯草原に暮らす地上性の鳥類。飛べないわけではないが滅多に飛ばず、敵に遭遇した時は走って危険を回避することが多い。食性は雑食性だが、ほぼ肉食性に近く、主な餌は、 昆虫類やカエル、ヘビ、ネズミ等の小動物で地上を歩きながら採食する。植物質の餌も時々取る。卵性で巣は低木の枝に小枝を寄せ集めてカップ状のものを作る。これらの生態はアフリカに生息するヘビクイワシに極めて似ており、修練進化の高齢とされる。一腹二個の卵を産み、放卵期間は24から26日である。 私有共同で放乱、育数を行う。野生では、非常に臆病だが、飼育下では人によくなれる。警戒心が強く見慣れないものに対して、大きな警戒の鳴き声を立てることから、原住民は、鶏小屋で本種のヒナを飼育し、鶏小屋の番犬の代わりに用いることもある。蛇やネズミを食べることから、農園の液長として扱われている地域もある。肉は美味で、 ブラジルでは狩猟庁の一つである。ありがとうございます。